はい、クリシャ君です。それでは行きましょう。人狼ジャッジメント。今回は市民に人狼に占い師霊能力カレードで上位し、妖術1。妖術か。これ妖術がね、カリウドを特定させたいよね。妖術を特定したいところではあるが、いきなりミカとかフランクに白出してくれたらすっげえ楽。もちろん。さあ行きますか。ま、妖術がどのタイミングでバラすかなんだよね、これ。カリウドと女王さえ別れば2日目に暴露できるんだよ。ヒュー女王。カミングアウト。くさ。くさ。メリル白乱白な。カミングアウト。メアリー釣るしかなくね。カミングアウト。何それ。なんなのそれ。もう絶対無理だよ。グレー行きます。グレー行ってもメアリーにカリウドとかバラされるだけじゃね。ここもうやばいよ。もうこれもう終わりでしょ。もうカリウド抜いて女王抜くっていう神業しなきゃ無理だぞ。え、何だったのこれ。ヒュー女王って。ヒュー霊能だったのに女王とかって言ったの。延長希望。え、意味不明なんだけど。メリル白か。占い潰し進行でも面白そうな村やね。メアリーは、妖術で霊能に女王って言ったってこと？意味不明じゃない？いや、妖術なんだろうけど。メアリー釣ります。まあ、終わりだね。マジか。これが、夕方か。平日夕方、子供ジャッジメントか。いや、妖術のふりした信徒が意味なくね。いや、ロラというかメアリー義でしょこれ。どういう見方したらメアリーに新芽見えるの？ショーンが、黒出すところ片っ端から釣れば勝ち以上。ショーンは黒狙いで占い終わり。でどこはカリウドだ。ニック女王で見た。ニック女王と見た。ニック女王リリアンカリと見た。メアリー人外もあるか。メアリー、その動きするなら潜伏が良かったよね。ニック女王、
10秒前。はいはいション。まあリリアン噛むか。もうショーン残すしかないっしょ。ショーン残してリリアン噛もうぜ。カリエド狙いで、リリアン神無視。30秒前。もう勝てない。ショーン死んだら10秒前で、リリアン噛んで潰して。はあ、はあ、はあ、え、どういうこと、何が起こった、ごめん、え、何が起こったか全く俺にはわからない。はい、あっ、いや俺強いってことでいいっすか、自分自分最強宣言いいっすか。え、これちょっと待って、もうさ、あのちょっと知りたい、俺は知りたい、どういうことだ。ショーン妖術ニックくささて解説しとか、俺メアリー解説しよう、メアリー、え、メアリーの何、え、メアリーの解説は、え、つか、じゃ、ショーンのさ、ちゃん語ったら何、あの、なんだったの、そこもそこで謎だよ。チャン女王を語った理由何、市民と出たんでしょ、じゃあ市民って言えばいいじゃんね、意味わからんぞ。え、ちょ待って、え、ショーンさ、でこれ終わった後の方がおもろいぞこれえ、これネタ回だな。ショーンはどうしてチャン女王とか言ったの、シントリ、あー次の日ね、次の日シントリするためってやつね。オッケーオッケー、それなら把握。いや、リリアンのね、このね、この占い潰し進行っていうのがなんか狩人っぽかったんだよね。ニックは女王っぽかった。まあでもなんとなく透けてたね。まあ狩人と女王は同じようなムーブだから。でメアリー逃げたか、メアリー逃げた、チャンに女王塗りで新取り、次にチャンに黒、まずランシロに女王塗りして妖術しようで狼目線、私妖術の白先、今回はヒューが女王に見えるでしょう。いや待ってほしい、メアリー、例えばメアリーがメリルに女王塗りをしたとしよう。そうすると、え、ちょっと待って、例えばメアリーが、うん、ジョ、え、っていうかみんなからすればメアリーがなぜか嘘の女王をバラして結果言ってない新芽最悪みたいになるだけじゃね。メアリー多分人の気持ちに立って考えるのがジャッジメントだぞ。メアリー多分人の気持ちになってないかも。メアリーの芯が透けてるなら良いけど、村目線妖術が、上以外に上塗りしてる時点でメアリー占い師透けるでしょ。いや透けないかな、意味不明なことしてる危険なやつと映る。なんならそれ私に上塗りとかしてたら黒に白打ってるだけ。ヒュー霊やったのかって反応ならわかるけど、うん、というか新占いかまないでしょこの部屋。カリウド噛んで女王素直に潰す部屋なのに人狼に対して妖術語りするメリットがそもそもない。
うん、ショーン噛むつもり1ミリもなかったもん。仮に死んだとしても狩人女王を踏み潰せば OK って理論で。ただのゴミ。え、メアリー何？どういうこと？え、妖術初日噛まれないってこと？初日妖術噛みとかしなくね？この部屋妖術残したいじゃん。まあ狩人噛みっていつまでやってる予定だったん？メアリーがまともに動いてたら2日目まで狩人噛みじゃね？暴露を待つ。まあそうだよね、可能性としては、可能性としては4分の1なんだよね、狩人神。相当高いよ。しかもグレー釣ってたらさらに確率上がって3分の1。割と余裕かな、なんとかなる。まあ、ニックがリリアン守りしてたら辛かったけど、普通に用事しようする裏やつるせやろ。え、2連続人狼釣られますとかそういうのは知らんよ。まあまあメアリー、みんなに判断を任せるわ。はい、ということで皆さん、今日はすごいネタ回だったけど、そういうことです。皆さんはどう思いますか？無理です、無理です、ないです。おつ